カモンカモン、太陽カモン。はい、今回はですね、ちょっとうるさいですね、すいません。はいはい、今回はですね、なんていうんですか、なんていうんですかね、今回はですね、最近教習終えたばっかりですとか、教習所行ってきました、バイクたくさんこかしましたっていう話を結構聞くんですよ。で、それを聞いてて思ったのが、そのクランクとかが苦手ですって言うんですよ。クランク苦手な人多いですよね。僕ね、クランクね、一回も足ついたことないですよ。で、僕が今回するのは、もう自転車でも正直練習できるぐらい、それぐらい、単純で簡単で、ただ、ちゃんと練習しないと、クランクやっぱ、こう、こかしちゃったりとか、ガンガンガンバンみたいなんとか、で、びっくりして、アクセル開けちゃって、うーんってこう飛び出しちゃうとか、絶対起こると思うんですよね。足つこうと思って、で、パイロンがあって、こけちゃったとか、多分いっぱいあると思うんですけど、いろんな話聞くんですけど、そうですね。これだけやっておけば、間違いなく、クランクは得意になると。これ、断言できます。だ。で、あと、その、Uターンってみんな怖いじゃないですか。わかります？全然そんなことないよーっていう人もいると思うんですけど、Uターン怖い人って、もう、できる限りUターンしたくないんですよ。それか、もう本当に、どっかのコンビニ入って、一回反対に方向を変えて、で、Uターンとか、そういう人も多いと思うんですよね。で、まあ、そうではなくて、UターンするときにシュッてUターンできた方が、気持ち的にも、その、ちゃんとバイクに乗れてる、扱えてるっていう感覚ができると思うので、なので、そういうごまかしをせずに、ちゃんと乗れるっていう方向の、部分でも、技術的にはすごく役に立つので、教えて、いきたいと思います。真面目、今回の動画はね、めっちゃ真面目っすよ。ではね、早速 VTR250 のこのフルチューンにね、乗りたいと思います。もう大体フルチューンですわ。スーパーチャージャーついてるし、うん、スーパーチャージャーめっちゃ速いですよ、これ。あ、めっちゃ速いっす。2人乗りでもね、60キロ出ます。めっちゃ速いっす。はい、ということでやっていきたいと思います。ゲットダウン。いたたた。せーの。ポイン。見ました？今の技。今の技はね、動画編集技術っていうやつですね。ええ。はい。加速。はい。それではね、乗っていきたいと思いますよ。オン。オン。うん、みんな聞こえるか、俺の鼓動。ではですね、めちゃくちゃ簡単な練習ですからね、皆さんもう、まあ本当に、真似しまくりのしまくりクリスティ、そして Uターン、もう全然問題ない。あと、今ね、教習に行っててクランクやれないっていう人、自転車で一回試してみてください。もうこれめちゃくちゃ効きますから。では行きますよ。まず最初に、ハンドルを今これ、ガチーンってここ当たるまで、これ、ガチーンってこれ言ってるの分かりますかね。で、この状態でゆっくりクラッチ繋いでいきます。ほう。で、大体どこ行くのかっていうのをこう、右足ちょんちょんでいいんでね、これ。で、怖いと思うんで、クラッチ、ブレーキ、クラッチ、ブレーキ。これどんな感じか。ちゃんとこう自分で掴みながら、こうちょん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 やります、これ。で、左に倒れそうになったら、ちょっと右に重心を寄せてみる。で、最初はちょっと怖いと思うんで、ちょっと下向いてていいです。で、そのうち慣れてきたら、こんな感じで止まってもいいと思います。で、これ、決して早くやるっていうのが目的ではないんですよ。むしろバランスを取るっていうところで、遅くやる。ね。遅くゆっくりですよ。で、最大のね、僕のね、ミスが、ごめんなさい。今ね、ブーツを履いてないんですね。ごめんなさい。なんでブーツを履いた方がいいかっていうと、くるぶしをね、まあ、こけた時に骨折しちゃうんですね。でも、こうやってこう、なんとなくこう、感覚が今、つかめてきてますよ。
はいですね。でちょっとクラッチとかの操作が指が疲れてきたなと思ったら休憩しますね。一回ニュートラル入れて休憩しますね。はい。で今度右足を離すと、今度ですねリアブレーキを使いながらこんな感じでゆっくり回ってみる。で最初ちょっと怖いかもしれないですけど、徐々にね足をブレーキペダルにちょん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 乗せながら調整しつつ、でクラッチも調整しつつ、で行きたい方向をちょっとずつこう見るようにしていく。ちょっと速くなっちゃうとかね、ヒューってなるんですけど、これだんだんスピードをねゆっくりしていくんですよ。てかまあバイクによってやりやすいやりにくいはあるんですよね。まあ自転車によってもこうやりやすいやりにくいはあるでしょうけど、こんだけふかしてやるとめっちゃやりやすいですけど、クラッチめっちゃ減ります。で教習所じゃないですけど、こうやってずっとこう、もうガチーンって当たった状態ですね。これずっと繰り返すと、でスピードが出てきたなと思ったらリアブレーキで調整、ハンクラでも調整で、ずっとずっと同じことの繰り返しです。でなんとなく分かってきました、私の言いたいことが。クランクの時って全開で切るってないかもしれないですけど、こんだけ全開でバイクって切れるんですよ、ハンドルが。まあ、SS はちょっと別ですけどね。なのでこうやってしてこうずーっとこうこうやってこうで、オフロードバイクなんかだとまあ立ってこうね重心を取るとかってあるんですよね。よいしょ、まあ、こんな感じでこうオフロードバイクとかだとこうやってこうやってこう立ってこうできるんですよ。でこういう時に左足のステップにこう重心をかけつつ、右足でブレーキをちょっと調整しつつ、でも教習所でやるのは多分座ってなんですよ。でだいたい立ってバイク乗る人って変態かオフローダーしかいないんで、まあ、別に立ってバイク乗らなくてもいいと思います。まあ、こんな感じでずっとね今右ロックしながらぐる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 こうアホみたいに回ってますけど、でそうすると自分のバイクの感覚とか、あとね教習所でのクランクの感覚ね、こう分かってくるんでね。あ、クラッチの左手がちょっと痛くなってきたよ。いいよ。こんな感じでちょっとずつこうねゆっくりこう円を描く、リアブレーキも調整しながら、まあ、こういうのどんなバイクでもできるんでね。ハーレーは知らない。キュッ。はい、ということでね、すごく地味な、もうずっとクラッチの操作、フロントブレーキでリアブレーキで回転のこのクラッチと、また別のねこのクラッチつないだ時にブンって出ないようにリアブレーキで調整しながら、速度が出ないようにフロントブレーキも若干かけるっていうね、そういうまあちょっと細かい作業なんですけれども、これを早くせずにゆっくりゆっくりこう円を描くように、そしてハンドルはガチンって当たったまんますね。でそれでハッってなった瞬間バシャンってこかしちゃうかもしれないので、あのブーツはちゃんと履いておくか、それかもうバイクを投げちゃう、そうですね。なのでオフロードバイクとかの方がいいかもしれないですね。壊れにくいし、まあ、アップハンだといいかもしれないです。でね、あ、危ないな、こかしそうだなって思ったらクラッチクッて握ってパンって立ってればいいですから。ということでね、ということでまあね、うまく練習してもらえたらいいなと思います。僕ねこれね、砂の上で H2 でやってる動画っていうのをもう2年ぐらい前に上げたんですよ。全然再生が伸びなくて困ってますから、そっちにも再生してください。はい、そうです。はい、はい、ということで今回は U ターンが苦手、あとクランクですね、
これが苦手っていう人に向けての動画でした。またこういう風な、なんか最近僕ね思うんですけど、初心者の人に優しくない動画ばっかり上げてるなと思って、そういう風なのもね、一応まあそれなりにバイクの歴も長いので、はい、なんか30年ぐらいバイク好きで乗ってるんですけど、なのでそういうちょっと分かりやすい動画っていうのもアップしていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。バイビー。ほい、チャンネル登録お願いします。イエイ。